学についてはまあいい意味で真面目に考えないようにしてます、まあ、別に思考停止してるわけではなくて、ね、感覚を大事にしてますね。天の弱でなんぼなところがすごくあると思うんで、人と一緒は本当に嫌ですね、まあ、そこは絶対に、まあ、そこも含めて音楽はやってましたね。ライブがちょっと似てるとかももちろん嫌だし、逆に真似された方が嬉しいと思うぐらいなので、でもそうじゃなきゃやっていけなかったし、やっていけないですよね。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。お願いしま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 す。こっちです。お願いします。天気。おかしいそうです。バンドで。ジャムバンドっていうか。はい。いいっすね。書いてる時に別にフローは考えなくて、とりあえずリリック重視で速攻で完成したんですよ。で、まあ、レコーディングやらその前に口ずさみながらメロディーがついたりがしたのかもしれないんですけど、とりあえず今自分ができることやれることで限界じゃなくて、すごくラフに書いてラフに撮って、そしてまあうまくまとまってしまったんですよね。締めっぽいっすね。締めっぽいっすね。はい、どうしますか。お疲れっす。うっすうっす。安藤さん。安藤さんです。ちょっとどこで安藤さんが入ってくれるかな。部分的な話をしてました、まあ、あとはフィーリングで何とかしてもらおうかなと思って、とりあえず撮ってからいろいろ決めようかなと思ってます。まあプロだ、ただプロだしね。そうだね、プロだからね。完璧にしてもらいましょう。何番ですか。くん3から4か。超ロングラン。長いね。ロングランだね。でもロングランする曲だよ絶対に。体力勝負ね。体力勝負だね、スタミナ勝負だね。このビッグスイリー東京、今日は走ります。テニスプレーヤーのように走ります。もうちょっと声を小さく。わ、これはどんなテスト、嘘じゃないで、real 片膝ついてやる拳。こんな感じ。これはどんなテスト、嘘じゃないで、real 片膝ついてやる拳。奥の奥から出した答え、for the future 耐え忍び戦いにかける。ハンカチョーか一か八か、こんな擦れた時代に何思うの。売れた価値腐るまであと何秒、あと何歩進んだら正解が出る。とりあえずはね、何回かテイクを何テイクも撮ります今日は。休憩です。
コンビニある？コンビニある。最高です。かけてますか？何？かけてますか？かけてます。出てますし。うん。やっぱいいね。半袖最高よ。いいですか？あ、どうぞ。お疲れ様なんです。すいません。途中やけど。すいません。まだ終わってないんですよ。すいません。一旦。ロングランなんで、ロングちょっと休憩タイム。いただきます。後藤さんにバレないようにね。これでバレるけど。これでバレたらいい。これでバレてくれ。なんか送ってる時にバレてくれ。このカチカチな感じは、やっぱ楽しいね、やっぱり。うん。すごく。あんまり来ないスタジオとか、土地もそうだけど、ここも面白いですね。初めて来たことで、休憩中に。たまらんな。おい3回目のこの長い旅路は土砂降りの雨から始まっていく。人の笑顔が多くの力を与えてくれると俺は知っている。憎みネタに酒のつまみにしたいならそれで楽しめばいい。中途半端に優しくするから脱線を目になってしまうんだよ。 あれ違うの。3回目のこの長い旅路は土砂降りの雨から始まっていく。人の笑顔が多くの力を与えてくれると俺は知っている。とりあえず一旦出ます。これ行ったんじゃない。行った。お疲れ様です。行った多分行ったよかった。多分いけたね。多分いけた。いけたね。別にややこしいことしない。本当にシンプルに撮れた曲がこれで、まあ当時のそのマインドがうまく反映できた曲かなと思います。でも何回も言うんですけど、本当にネガじゃないんで、そこはね、じゃねえと笑わせられないから、やっぱ笑うってすごく大事だから。唯一思ったのはやっぱ楽しく生きなきゃいけないなって思いました。多くの力を与えてくれると俺は知っている。憎みネタンで酒のつまみにしたいならそれで楽しめばいい。中途半端に優しくするから出せよ。いいと思います。あっさ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 っ。あとはこれを提出して丸をつけていただいて、はい、いい感じでロングランできたかなと思います。はい、お疲れ様でした。疲れました。帰ろう。